まあ、まず諦めは悪いというか、まあ、いい意味でも悪い意味でもというか、まあ、どんな状況に立たされても、まあ、諦めてくることはなかったかなっていう今までの人生を振り返って、まあ、あとは何て言うんですかね、根拠のない自信というか、そういうのものが自分の中で常にあって、まあ、そういう結構苦しい時期もあったんですけど、まあ、なんとかなるだろう、根拠はなかったんですけど、そういう自信はどっかにあって、まあ、それが今ここまで現役をやれてる一つの要因でもあるのかなっていうのは気がしてますけど、まあ、自分を客観的に言うとどういう人かって言われると、なんだろうな、まあ、いろんな面を持ってるというか周りのサッカーは本当に楽しいですね。こんだけやることがはっきりしてるチームっていうのは、まあ、なかなかないと思うんですよ。やっぱこのスタイルが確立してるっていうところが、やっぱ選手にも安心を与えてくれますし、やっぱ迷った時に立ち返るところがあるっていうのは、すごい選手としては試合中でもありがたいところなので、やっぱこれを自分たちは信じてやり続けるだけだなっていうふうにはもう毎回思いますし、まあ、選手が本当に同じ方向を向いていけるので、やっぱスタイルがあることで、それはすごいポジティブなことだと思いますね。まあ、やっぱ現役時代ってもう無限じゃないじゃないですか。有限なんで、少しでも楽しまないと、もう気づいたら終わっちゃうんで。やっぱ僕もアーセナル時代、やっぱポジティブになろうと思ってたけど、すごいネガティブに引っ張られて、失敗をしてきたし、やっぱり絶対ポジティブな方がいいじゃないですか。やっぱりポジティブな方がいいエネルギーを生み出すと思いますし、周りにもいい影響を与えると思いますし、悪いことは絶対ないと思うんで、楽しんでやらせてもらってますね。まあ本当楽しんでやってますというよりも、やらせてもらってますって感じですね。だからチームメイトの関わりとかも、やっぱり浩太くんがちょっとちゃちゃ入れていじってくれたりとか、みんながいい雰囲気作ってくれたりとか、まあ、ケアの面に関してもすごい丁寧に毎練習後にケアしてくれて、また次の練習に向かっていけるっていう、本当にやらせてもらってる、まあ、そういう気持ちでやれてるんで、まあ、そういうメンタル面もやっぱ怪我に影響してくると思いますし、やっぱりネガティブでプレーしてると視野が狭くなったりだったり、そういうところもあるんで、いいメンタル状況で毎日やれてるんじゃないかなとは思いますけど。皆さんはじめまして、宮市です。少しでも、早く馴染んで、チームに貢献したいと思いますので、今後ともよろしくお願いします。まあ、昔はやっぱ攻撃の面だけでスピードを生かすっていうところは持ってたんですけど、ここでは本当に守備でもスピードを求められるというか、やっぱ切り替えの速さだったりアプローチの速さ、まあ、だからそういうところでのスピードの使い方も上手くなったなと思いますし、まあ、入った時はまあ大然が同じポジションにいて、彼から受けたインパクトというか、ああこんだけスプリントして攻守に渡ってスプリントできたら、それはチームにとって助かるよなっていう。やっぱり彼がプレスをかけるとスタジアムが湧いてっていうところで、あ、守備でこんだけスプリントすれば湧くんだなっていうところもすごい感じれましたし、今もやっぱ浩太くんとかクロス上げたらなんか大きい気するじゃないですかっていうところだったり、テルが練習中すごいカットインして、右でカットインして左でシュートっていうのが彼の代名詞の一つだと思うんですけど、あれとか見た時も、ああ右利きであんだけでも左でシュートを打てるんだっていうところで驚かされたり、まあ、すごい本当にいい影響しか受けてないなっていうか、まあ、ここでプレーしてたらまだまだ自分の選手寿命も伸びるだろうし、学ぶ部分が本当毎日多いなっていう印象ですね。まあ自分でやれるっていう感覚は入った当初からあったんですけど、まあ、ただまだコンディションが全然ついてきてないなっていう、そのやっぱマリノスに入る前の1シーズンドイツで、まあ、ずっと怪我をしてたんで、やっぱりコンディションはなかなか上がってこないなって自分の中で
感じてたんですけど、まあ、今年はやっぱりキャンプを経て、あ、すごい自分の感覚がなんか戻ってきてるなっていうのはすごいあって、よりよくっていうところで言うと、まあ単純にまず自分のフィーリングっていうか昔の感覚っていうのが、まあ、まず戻ってきつつあるなっていうところ、まああとは本当に仲間を使うっていうところなんですけど、こうたくんにすごい自分はインスパイアされてるっていうか、まあ、彼はあんまりね、足は速くないですけど、ただあんだけチャンスメイクをして、蹴れば蹴るだけ得点力が上がって、ね、あんな選手ってなかなか向こうにもいなかったんで、ヨーロッパに。まあ、キック一本で何かを変えれるっていう。まあだからその浦和戦でのアシストのシーンなんかは、結構こうたくんにインスパイアされてるところもあって、まあ、クロスで味方に点を取らせる動きっていうか、そこはすごい影響を受けてるんで、そういうところの精度もより高めていけたらなっていうふうには思ってますね。まあ本当にあのシーンだけ振り返ると、まあ、よく入ってくれたなっていう感じなんですけど、まあ、僕はそのゴール入ったことよりゴール入った後にチームメイトが駆け寄ってくれて、ベンチを見たら喜んでくれてて、アウェーサポーターの方を見たらすごい盛り上がってくれてて、あの光景が今でも忘れられないとか、多分一生忘れることのない光景だなっていう、まあゴールを取ったっていうとこよりもやっぱりあんだけチームメイトとゴールを分かち合える瞬間ってものが本当に嬉しかったですね。まあそれはな、昔と変わってきたかもしれないですね。やっぱり若い時やっぱりゴールをして自分が決めたんだっていうところの自分的な喜びというか、俺が取らしてやったんだぞぐらいの気持ちでいたんですけど、まあ本当にいろんな経験を経て、まああのシーンだってやっぱり仲間が繋いでくれたボールがあってっていう、やっぱりそのゴールする前にそういうゴールまでの過程があって、でまあそこもまでその前まで行くとやっぱりこのサポーターが来てくれて試合見に来てくれていい雰囲気を作ってくれてっていう、やっぱその自分が取ってるゴールではなくてやっぱ取らせてもらってるゴールなんだっていう感覚が今すごい自分の中にあって、本当にここ数年やっぱ怪我を得てチームのためにとか家族のためにとかサポーターのためにとか、なんか人のためにプレーすることの方が自分は喜びを感じれるようになったというか、そっちの方がなんか力が湧いてくるというか、そういう感覚なんで、感謝を持ちながら常にプレーしてますけど、まあだからもっともっとゴールを取って取らせてもらって、まあ分かち合っていきたいなっていう、まあそれがやっぱりチームの勝利につながっていけばもう何よりですし、マリノス入ってマリノスに関わってくれる全員が本当に一生懸命マリノスのためにやってくれてるなってものはすごい感じてますし、まあその選手以外のスタッフでも社員さんの方も本当にマリノスのためにっていうところはすごい感じるので、まあ本当にあの一試合一試合みんなで勝利を分かち合っていけたいなっていうのは本当にあのお世辞とか綺麗事ではなくて、もう本当にそれは思いますね。はい。
最高の試合ありがとうございました。正直こんなサプライズしてくれてるとは思ってなかったんで本当に嬉しいです。まあ何よりも本当にみんなが素晴らしいプレーを見せてくれたんでもう本当にそれに尽きると思います。もう本当にサポーターの方も素晴らしいですね。本当にありがとうございます。まだまだ長い道のりありますけどまたみんなで頑張っていきましょう。ありがとうございます。はい、はい、はい、そうそうそう、もうこんなことまでしてもらってもう本当申し訳ないです。もう僕が頑張ったよ。いや本当にもうなんかここまでしていただいても本当にありがたいですけど、まあ、またピッチに立って恩返しできるように頑張りたいと思います。